毒味が来たみなさんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。みなさんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ライゼン 57600X をお教えしていこうかと思います。オーバークロック。今回のメインは後ろに見えているマザーボードのご紹介なんですが、その借り物のマザーボードで OC チャレンジをしていこうかなと思っています。借り物マザーボードで OC するってどういう動画よ。 CPU は自前なので、下手したら壊れてしまう可能性もあるもろ刃の動画ですね。恐ろしい。それでは早速行ってみましょう。今回使う CPU は、私の動画でもすでに何回も出ている AMD Ryzen 57600X になります。スペックを簡単にご紹介。今年の9月末に発売された AMD の新しい CPU で、6コア12スレッド、クロックは 4.7 から 5.3GHz、L2 キャッシュが 6MB、L3 キャッシュが 32MB、TDP が 105W で価格が約5万円の CPU になります。続いて今回使用するマザーボードのご紹介です。あれ ?2 つ?はい、今回ご紹介するのは MAGB650 トマホーク Wi-Fi と、MAGB650M モルタル Wi-Fi になります。では開封をして中身の確認をしていきましょう。こちらの2つのマザーボードなんですが、見た目がよく似てるのでおそらく兄弟機っぽいですね。その辺は後ほど詳しく説明したいと思います。ではまずは付属品から見ていきましょう。まずはクイックスタートガイドとシール類。M.2SSD の取り付け金具になります。こちらは2つ入ってました。あとは片方が L 字になっている SATA ケーブルが1本と、Wi-Fi アンテナが入ってました。では続いて本体も見ていきましょう。こちらが本体となります。おお、真っ黒でなかなか渋いわね。真っ黒といえば前世代まではハイエンド真っ黒マザーボードもあったのですが、残念ながら今回は出ていないみたいです。では今回の真っ黒マザーボードを見てみましょう。ところどころにヘアライン加工が施されており、黒だけどかなりかっこいい見た目となっております。ではこのマザーボードのスペックをご紹介していきます。シュララ。ではまずは MAGB650 トマホーク Wi-Fi からご紹介。まずはチップセットですね。今回 AMD のマザーボードは全部で4種類のチップセットがありますが、B650 はその中でも一番買いのものとなります。この X と B、E があるのとないのってどんな違いがあるの？大きな違いは PCIe5.0 に対応しているかどうかが大きな差かなと思います。一番上の X670E は GPU も M.2SSD も PCIe5.0 に対応していますが、今回の B650 はどちらも 4.0 対応となっております。今はまだ PCIe5.0 のものがないので特に問題はありませんが、これから 5.0 のものが出てくると、使えないことはないですよ。では続いて対応メモリですが、 DDR5 が4本、最大 128GB で 6600MHz まで対応となっております。 PCIe は上から ×16 が1つ、×4 が1つ、×1 が1つとなっています。今回から AMD のマザーボードにもピンがつくようになり、 MSI では半年のピン折れ保証もついているので、 CPU をよく付け外しをする人には安心ですね。ということで MAGB650 トマホーク Wi-Fi のご紹介でした。続いて MAGB650M モルタル Wi-Fi のご紹介もしていこうと思うのですが、せっかくなので MAGB650 トマホーク Wi-Fi と比較しながら見てみたいと思います。まず大きく違う点ですが、見た目からわかる通り大きさが違います。MAGB650 トマホーク Wi-Fi は ATX サイズ、 MAGB650M モルタル Wi-Fi はマイクロ ATX サイズとなります。大きさに関しては使用するケースで決めてもらえればと思います。続いてスペックの違いも見てみましょう。続いて違う点ですが、メモリの最大速度が違います。 MAGB650M モルタル Wi-Fi は 6400MHz までの対応となっていますが、ここまでメモリを OC する人がどのくらいいるのかなので、あまり気にしなくてもいいかもしれませんね。続いて M.2 のスロット数も違います。 MAGB650M モルタル Wi-Fi の方は M.2 が2つしか入りません。 M.2 を3つ使いたい人はトマホークの方がいいですね。あと USB の数は2つだけ背面についてる差ですかね。で、値段の方が約5000円モルタルの方が安いんですよね。あれ？
では検証機を組み立てていきましょう。まずはオープンフレームにマザーボードを取り付けて、続いて M.2 を取り付けます。続いて CPU の取り付け、ということで完成した検証機はこちらになります。今回は CPU の OC をしていくので、 CPU クーラーはディープクールの 360mm 簡易水冷を使用しました。 360mm 簡易水冷があればそこそこ OC できるんじゃないかという甘い考えで OC をやっていこうと思います。それでは D650 マザーボードでもどのくらい OC に耐えられるのかやっていきましょう。シュラララ。シネベンチ R23。 まずは OC をしないで電力無制限状態でどのくらいスコアが出るのかやってみました。結果はこちら。マルチは 15,364 でシングルは 1930、 クロックは 5.3GHz でした。Ryzen 7700X のスコアが乗ってるけど、こちらはカピラボのカキさんが Ryzen 7700X のスコアを取っていたので今回スコアをお借りしました。なので今回はこの 7700X のスコアを 7600X が超えられるか挑戦したいと思います。では早速 OC をしていく前に、BIOS の中にある、プレシジョンブーストオーバードライブと、オートオーバークロックでも試してみました。結果はこちら。私の設定がうまくいっていなかったのか、はたまた機能しなくても高性能なのか、これらは設定していても大きな変化はありませんでした。なのでここからは手動でクロックを上げていきたいと思います。Ryzen マスター。今まで Ryzen マスターを使ったことがなかったので、液体窒素おじさんこと、清水貴博さんの動画を参考にしながら OC をやってみました。とりあえず最初はブーストクロックが 5.3GHz なので、5.40GHz に設定して試してみます。電圧は特に変えていません。では 5.40GHz に変更してみましょう。ポチッ。とりあえず 5.40GHz は問題なく動いてますね。ではこのままシネベンチを回してみます。結果はこちら。結果はマルチもシングルも微増でした。ただ不思議だったのが、なぜか最高温度がデフォルトより 5.4GHz に OC した時の方が低かったんですよね。何回かやってみたんですが、だいたいこのぐらいの温度でした。なんでだろう。では続いて 5.50GHz に挑戦します。ポチ。はい、こちらも大丈夫そうですね。こちらもシネベンチを回してみます。問題なく通ったので結果を見てみましょう。こちらも先ほどよりスコアが上がっていますが、やはりスコアは微増ですね。ただシングルはだんだん近づいてきてますね。ではさらに行ってみましょう。では全てのコアを 5.60GHz に上げて、ポチ。まずは 5.60GHz で動いてますね。ではシネベンチを回してみましょう。あ、落ちてしまいました。ここまで電圧をいじっていなかったので、少し電圧を上げてみたいと思います。とりあえず 1.3V に上げてみました。で、シネベンチを回してみたところ、では結果を見てみましょう。マルチはデフォルトより600ぐらい上がり、シングルは70ほど上がり2000を超えました。お、2000ってすごいわね。シングルでは Ryzen 7700X を超えましたね。ではさらにクロックを上げていきましょう。まずは電圧はそのままで 5.70GHz に上げて、ポチ。ではそのままシネベンチを回して、電圧をさらに上げて 1.35V にして、ポチ。そのままシネベンチを、この後いろいろと電圧を変えてみたのですが、残念ながら 5.70GHz でシネベンチを回すことができませんでした。 5.65GHz でも回すことができなかったんですよね。
では最後は単純にクロックだけ上げてみたいと思います。マルチだと落ちてばかりだったので、シングルだけ上げていきたいと思います。現在 5.50GHz。5.60GHz。5.70GHz。5.80GHz。5.90GHz。5.95GHz。お、行くか。6GHz。あ、3つ目のコアの方が良さそうだったので、変えてクロックを上げてみました。現在 5.95GHz。5.975GHz。電圧は 1.45V。行くか 6GHz。ぼち。おお、6.0GHz 達成しました。まあシネベンチなんて回せなかったんですけどね。シュララ。ということで今回は、AMD Ryzen 5 7600X で OC やってみた動画でした。いやークロック上げるのってなかなか難しいし、動くと嬉しいっすね。動画ではかなりはしょったけど、結構試行錯誤してたもんね。私の知識が足りなくて、クロックと電圧ぐらいしかいじれなかったので、またどこかでリベンジしてみたいですね。ただこんだけ OC も今回の MAGB650 トマホーク Wi-Fi でも結構できてたので、気になる方は概要欄から見てみてください。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。